10月31日は年に一度のお祭り、ハロウィン。今回は怖い歌といえばこの曲にランクインされた曲をお届けします。4位が2曲ありましたので、まずはこちらから。僕たちの失敗、森田童子さん。40代女性の方から、歌もドラマも怖かったですとのコメント。1993年のドラマ高校教師で有名になりました。一度は耳にしたことがある人が多いのではないでしょうか。とてもしっとりしていて物悲しい雰囲気の曲ですね。もう一曲はゲゲゲの鬼太郎、熊倉和夫さん。50代女性の方から、テンポがゆっくりなので歌詞が頭に入ってきて子供の頃すごく怖かったですとのコメント。子供の頃の思い出からこの曲を選んだ人が多かったようです。現在もアニメの第6シリーズが放送中、親子で見ている世代も多いのではないでしょうか。続いて第3位、呪い、山崎箱さん。50代男性の方からは、聞けばわかるとのコメント。とてもシンプルなコメントをいただきました。概要欄に視聴ページのリンクがありますので、皆さんぜひお聞きください。そして第2位、恨みます、中島みゆきさん。10代男性の方から、泣きながら歌う中島みゆきさん、歌声にも歌詞にも恐怖心を覚えますとのコメント。2位の恨みますや3位の呪いは、10代から30代の若い世代でも怖い曲として有名でした。受験勉強中の深夜のラジオで流れていたり、学校などで語り継がれているようです。怖い歌といえばこの曲、第1位は Feels Like Heaven、 Heaven to Hell さん。40代男性の方から、映画館で初めて貞子を見た衝撃を思い出すのでとのコメント。ホラー映画リングの主題歌として有名ですね。バラエティ番組などでも怖いエピソードを紹介するコーナーなどで繰り返し使われているので、おなじみの曲だと思います。年代別ランキングでもどの年代にも1位に選ばれる曲でした。最近のハロウィンソングといえば、キャリーパミュパミュさんや AKB48 さんが頭に浮かぶ人が多そうですね。ハロウィン当日は節度を持ってお祭り気分で楽しみましょう。以上、怖い歌といえばこの曲、麦坂理恵がお届けしました。概要欄に曲が聴ける特集ページのリンクも貼ってあるので、ぜひご覧ください。番組へのリクエストや気になるお題などもありましたら、 YouTube へのコメントなどお待ちしております。この配信はオリコンモニターリサーチ提供でお届けしました。ご参加いただきましたモニターの皆様、ありがとうございました。概要欄に登録ページもありますので、まだ登録されていない方はぜひ登録よろしくお願いいたします。アンケートにも参加できますし、貯めたポイントでギフト券ももらえちゃいますよ。来週は動物ソングといえばこの曲にランクインされた曲をご紹介します。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではいい音楽を。